じゃあ行くぜライオス。その名前で呼ぶな。俺はローブ。しかしこの依頼。どうした、気になることでもあるのか。いや、もともとはお前が相棒を誘うつもりだ。な、そんなわけあるか。さっさと行くぞ。フロー、ここに来る前ローグと一緒にスティング探してた。それでフェアリーテールのギルドで見つけてというわけか。なんと間の悪い。ギヒ、まあ俺には関係ない話だがな。どこに行くかな。ここだな。気を張っていけ。おっと、おっと、あれはサラマンダーたちか。クソ、先を越されたか。俺たちも二人とも遅かったな。こいつは俺たちの獲物だ。行くぜナツさん、任せろ。なんだ、後ろか。これはもう一匹いやがったか。それじゃあこっち。うわっと、あぶれ。おい、どっちがどっちをやるんだ。チッ、勝負なんて言ってる場合じゃないか。全員でやるしかなさそうだ。ギヒ、それは行くぞ。敵か、すぐに片付け。霊竜の炎弱戦。やっ、カリーの鉄拳。白竜の鉄拳。俺たちは最強だ。負けはしねえ。結局勝負はうやむやに。そうだな。でもやっぱり俺とお前が最高のコンビだってな。俺はこうやってスティング、これからもよろしく頼むぜ。僕もいますよスティング君。ローグ、クローマ。ああ、一緒に最強を目指そう。オイラたち蚊帳の外になっちゃったね。ま、仲直りできたみてえだし、いいんじゃねえか。結局別に俺はここでお前と決着をつけたって。なに、やめておけ。俺たちもさっさと帰るぞ。よし、どこに行く。ギヒ、強そうじゃねえか。霊竜の王冠。血流の王冠。血流の王冠。
戦。血流の猛攻。慈悲。血流の猛攻。シャドウレイ。勝利はいただいた。慈悲、強そうじゃねえか。英雄の王冠。血流層、鬼神。行くぜ。血流を任せろ。行くぜ。英雄の斬撃。任せろ。血流層。英雄の王冠。任せろ。鉄人剣。英雄の斬撃。任せろ。鉄人剣。鉄流剣。楽勝だな、慈悲。もっと。どこに行くかな。ここだな。さて、帰ってきたか。さっきはすまなかった。頭に血が上って。俺の方こそ悪かったな。でも分かってくれ。さっきの戦いで分かったよ。お前は確かに強くなっていった。たまには俺ともいい。なんだよ急に。そんなの今更でもねえか。正直俺は嫉妬してたのかもしれないな。お前はローグ。そうだ、お前もナツさんたちと仕事しないか。なんだって。でも俺は別に構わねえよ。俺はとっくに。お前慈悲、また面白くなりそうじゃねえか。なあ、ナツさんたちもこう言ってるし。まだそうだな、たまにはいい。クローマ様、よろしく頼む。
というわけで馬車で移動しますので、その間の護衛をお願いできればと。最近この辺りで賊の目撃情報がありまして。馬車かよ。俺走って追いかけるから、ルシーだけ乗れよ。そんなことしたら、いざ戦いになった時に体力にも。馬車に乗る方がつれよ。いいから乗ろう。まず、相変わらず乗り物苦手ね、あんた。ほら、そろそろ。うえ。ああ、ほんと、こうなる。何？馬車が。賊が出たんだわ。よっしゃ、賊。止まった途端これか。まあ、いっか。何が出てくっかな。やられる覚悟はできてんだろうな。天竜の直撃。最初に受けてくれた方は詳しい話をした後で一旦保留されてしまいまして、どうなることかと思い。ラクサス、なんでそこまでしてこの依頼を避けようとしたのかしら。帰りも馬車に乗られますか。よければ手配しておきますが。あ、じゃあお願いします。俺は乗らねえぞ。走って帰る。はいはい、勝手にしたら。私は先に帰って。次は、帰ってきたぞ。いや、ラクサス、お前から頼まれた仕事。ん？まあ、あれか。それ。ねえ、どうしてラクサスはこの依頼を避けてたの？ラクサス夏なんて馬車に乗ってたせいですごい頼りなかったし。そうだな。ま、そうなるだろうな。なっ、お前、まさか乗り物に乗せられることを知ってて俺に仕事も。ま、それも半分なんだ。同時に俺が受けなくて正解。え、どういうこと。あ、もしかして。そういうことだ。どうやらドラゴンスレイヤーは。え、そうなんだ。でもラクサスにそんな。あんま言いふらすんじゃねえぞ。ともかく今回は助かった。そういや、大魔党演武の時にあっちで音楽プレイヤーを買い漁ろうと思ってたのに。ま、また行った時にでも買いに行きゃいいか。うん。どこ行くかな。よし、
ここだ。ありがとう。どこ行くかな。クロッカスでしか買えねえ限定。そうか、ならありがたくもらったぜ。これを選ぶとなかなかいいセンスしてるじゃん。さて、どの依頼にすっかな。収穫祭に、収穫祭ね。もうそんな時期になった。ギルドも復活したし、今年は豪勢にならないとね。私、マグノリアの収穫祭って初めてです。ギルドのみんなでパレード。ファンタジアね。前にやった時は誰かさんのおかげで。え、何かあったんで。ラクサスがいきなりフェアリーテイル最強を決めるって言い出してね。無理やりギルドの仲間同士で戦うことになっちゃったの。え、ラクサスさんがそんなことを。じゃあそう、その事件のせいでマスターから破門されたのよ。ウェンディがこのギルドに入るちょっと前ね。昔の話を掘り返すんじゃねえ。俺はただギルドを強くしようとって。でもあの頃に比べたら随分丸くな。特別仲良くしてるつもりはねえよ。普通に振る舞ってる。でどうするの。そうだな。ってなんだこの。そりゃ盛大なお祭りだもの。料理だっていっぱい用意しなくちゃ。せっかくだから私が手伝ってあげよう。いや、ならいい、別の仕事をさ。ならってどういうこと。私と一緒じゃ嫌なの。怒ってんじゃねえよ。手伝ってあげるっての。どうかお願いします。よろしい。
お待たせ。ああ、とっと。そういえば、ラクサスと一緒にお仕事する。そうだったか。昔のお前は荒れてたからな。ビビって近づけなかったのかもしれん。そうね。子供の頃のラクサスって、ピュアな感じですごく可愛かったものね。まあ、この話はやめだ。早く行く。はい。ラクサス。どこに行こうかしら。ここにしましょう。気をつけていきましょう。強そうじゃねえか。ジュビアにかかればこんなものです。あ
やられる覚悟はできてんだろうな。
かしら。ここにしましょう。だけあればさぞかし豪勢な料理が出るんだろうな。収穫祭はまだもう少し先だけど、今年はラクサスも出るで。そうだな。じゃあ今日はこれで。ちょっと待った。ん？そのなんだ。どう？たまにはこうやって仲間同士協力して仕事するってのも。そっか、それなら。ただ手伝ってもらいっぱなしってのも落ち着かねえ。本当？それ何を手伝ってもらおうかしら。喫茶店のウェイター。おいおい、あまり